あるぜあるぜ。あー、カズフラッシュ来た、激アツ。あーおーおー、皆さんこんばんは、シスタです。こんばんは、池田です。さあ池田店長、はい、今回は、はい、ゴミーさんではなく池田店長ですね。そうですね、はい、はい、というわけで、はい、今日はですね、グランキコーナ堺店さんの、ま、閉店後にお邪魔しております。はい、というわけで今日はですね、もう機種がありすぎて、はい、何打ちましょうってなってるんですよ。そうですね、なんか最近入った新台とかあります？そうですね、まあガンツの極みであったりとか、あ、まあ、それこそピンクレディとか、ちょっとバラエティ機種になりますけど。あ、ピンクレディですね。はい、そうですそうです。なるほど、はい、そこそこ台数があるやつがいいですね。そうですね、でしたら、まあ、ガンツが8台導入してるんで。あ、じゃあ並びでも打てますね。はい、わかりました。じゃあ、はい、今日その、まあ、ガンツの最新作極みの方ですね、はい、2人で打っていきましょうか。そうですね、はいはい、それでは今回は、こちらグランキコーナ堺店さんに導入されたばかりの最新機種P ガンツ極み、こちらにチャレンジしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、というわけで今回はですね、はい、超ガンツ極み、はい、こちら打っていきたいと思います。はい、お互い初打ちですよね。そうですね、はい、はい、でまだ導入されたばかりの新台ということなんですが、ガンツといえばもう小当たりラッシュでしょっていう話ですよね。ですね、はい、小当たりですね。それをお見せできるかどうか、はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、当てれるかな。大当たり確率 319.9 分の1、で、高確率中、確変中の大当たり確率が約114分の1なんで、まあまあ確変に入ればハマることもありますよね。そうですね、114分の1ってことは、まあ300回転400回転普通にハマる時はあるでしょうと。その間どれだけ小当たりラッシュで出玉を増やせるかっていうのが、まあ一つポイントかなと思いますね。そうですね、超ガンツ極みで、その超ガンツエキストラと言われる、いわゆる小当たりラッシュ状態ですけど、このハードルが結構高そうだなってイメージを持ってます。初当たりの確変突入率が約 45% ですね。トータルでは約 46% と言われてますけれども、だからね、この319で当てて確変突入率が 50% 以下なので、ここを超えれなかったら当然苦しい思いをしますね。そうですね、でもまあ言ってしまえば、ハマればハマるほどやっぱり伸びる台って、僕からしたら得意分野の可能性高いんで。あ、確かに、はい、池田店長向きじゃないですか。いや、そうなんですよ、バリバリ。そうなんですよ、だから実際大当たり自体は3連チャン4連チャンぐらいで終わっても、出玉的にはもう軽く1万発を超えてしまうポテンシャルを持っているという台ですね。で、右打ち中、確変中は、70% が10ラウンド確変になるので、まあラッシュにさえ入ってしまえば相当面白いことになるんじゃないかと思います。なんか演出見てる感じだと、初代のガンツとやっぱり似てますね、だいぶ ね、 そうですね、うん、でまあ、通常時の注目演出も初代からあったガンツクラッシュとか、はい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 、チェッカー柄、うんうんうん、まあ、あとは軍予告といったところが、まあ、大当たりに絡みやすい注目演出になってますね。最近、まあ、結構パチンコまたいろんな台が出てきて、この P ガンツ極みもそうなんですけど、はい、大工の原産超伊達店が80台、そうですね、あるじゃん、80台あるじゃないですか、はい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 、でやっぱこのガンツとか、まあ、その他にも結構瞬発力のあるミドルスペックが入って、はい、ゲンさん自体の稼働に影響ってないですか？ないんですよね、それが。あ、変わらないですか？もうあの独壇場になってしまいましたね、ゲンさんは。すごいですね、うん、しかもびっくりしたのが、はい、ライト20台ドンと。そうなんです、合計100台です。ゲンさんシリーズで100台になりましたね、はい、ここに来たらまず目に飛び込みますもんね、ゲンさんが。そうですね、そうなんです。お、疑似面か。おお、あ、ガンガンゾーン、 ゾーン懐かしいですね。ガンガンゾーンはですね、あ、ガンガンゾーンはチャンスゾーンなんですけど、さらに
ガンツゾーンっていうのに行けば激アツらしいですね。おお、来るか来るか。お、あーリーチですね。懐かしい、懐かしいな、ほんまに。あとあれですよね、超転生ですよね、そこからの、ね、はい、行かず。岸本を助けろ、ミッション。まあそのあたりもミッション系のリーチがあって、バトル系のリーチがあって、そうですね、まあ、さらに発展系があってっていう感じですよね。ミッション成功ですね。来ましたよ。お、それワンチャンあるんじゃないですか。ワンチャンありますよこれ。さあどこ行くか。ぬらりひょ、期待度上げてくだち。あったあった。10 20、そこそこ期待できた演出ですよねこれね。40、あらあら、おお、あるか。60、あれこれ結構熱いんじゃない、あるんじゃない。ブラッキオさん、はい、これはワンチャンあるかもですよ。有言実行なるかどうか、池田店長。頼むよ頼むよ。おお、紫保留。あれなんか違うぞ、いつもと。これは頼むよ頼むよ。カットインは、カットインは紫ですね。いや当たり、当たりそうだ。お、震えてる震えてる。赤赤、そこはテフォなのかな、赤なのかな。おいすごいすごいすごい、おい早い。ほら簡単に当てましたね。ほら来た、72回転違うぞ。いただきましたよ。いやでも池田店長、はい、この後ですよ。いやそうですね、はい、まずはここクリアしないと。いやすごいな。ほらで、へそからの大当たりがですね、はい、振り分けが10ラウンド各辺 5%、うん、2ラウンド各辺 38%、うん、で2ラウンドの、まあ、30回の時短がついた各辺が 2%、 残りは通常ですね。そうですね、 45% 取れるかどうか。ぬらりひょん来い。はい、いやー弱いなー、いやー弱いな。第一形態、これ一発目から見せたいですね。はい、あら、うー、まだまだ可能性はあります。まあ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 、まだあります。頼むよ頼むよ。マジか、マジかよ。うわ、しんど。今ので終わるんすね。いやこれは鬼畜やなこれはお客様の気持ちが分かりましたね。いや分かりましたね今完全に身をもって知りましたね今のは。マジでなんか言われても、いや分かるよって言えますねこれでいや本当に、はい。あ、入賞時フラッシュ来ました。おおお、まあ、白なんで、まあ、そこまでですけど、これ赤だったらかなり熱いと思うんですけど、一応チャンスですね。すごいいい声出したね。おおって。これはあるか。まあワンチャンぐらいじゃないですか。20何パーだか書いてあったかな。ってことは僕のさっきのリーチより熱いですね。あ、そうですよ。うん、保留は青。まあまあまあ、ここからですよ。きじるんじゃないですか、きじるんじゃないですか。おお、ブルブルしてる。ああ、一緒、ガンガンゾーン行った。ガンガンゾーン、そしてもう一つガンガンガンゾーン、そしてガンツゾーンがあります。ご機嫌な音楽ですね。そうなんですよ。
気持ちいいですよね。まあさっきと一緒ですよね。一緒ですね。さあ、193回転目ですけど、初めてのスーパーリーチ、初めてスーパーリーチになりました。何も金かった。ここは普通ですね。別に赤文字も出てない。で今回この超転生とさらにその極みっていうのがあるらしいんですよね。あ、すごいニコニコ動画みたいになってる。え、50%らしいですよこれ。お、マジ。はい、ニコ動みたいになってる。あれ、あー、いったいった、超転生いきました。これ初代よりちょっと文字が大きくなってる。あるかもよ、だって 50% って書いてあったもん。あー、さっき60でしたよね。そうです、60です。50以上で赤になるんか。50以上ならチャンスでしょう。ここ上がれ、はい、上がれ。あ、60、同じですね。割といいんじゃないですか。さあ、どこに発展するか。これいつも赤文字なのかな。赤文字しか出てきてないですよね。そうですね、僕も赤文字でしたからね。あ、あるある、ドックンドックンある。あとね、チャンスアップもいろいろあるはずなんですけど、いかんせん初めてなんでね。保留変化はしてないですよね。青のままでしたね。青のままです。青のままだと熱いとかはないだろうな、さすがに。お、あ、赤保留、赤保留、熱い。これはあるぜ、あるぜ。あー、感情フラッシュきた、激アツ。これはいただいたな。はいはい、おめでとうございます。池田店長、はい、お見せしましょう。そうですね、はい、はい、超ガッツエキストラを 45% 取れるかどうか。いやー、ちょっとこれあれですね、難しい心境ですね。先にやられるのと動画的にはやってほしいのと。いや、もうここで決めないと。そうですね、100点取って超ガンツ極み、いってくだち。当然赤がいいですよね。上、あ、緑。おお、まあ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 、一番面白いところじゃないですか。そうですね、第二形態。おー、うわー、はい、うわー、見せた、取りました、見せた。これで超ガンツエクストラ突入ということになります。やった池田店長、さすが。違うな、こういうことですよ。持ってるもんが違うわ、やっぱり。いやいやいや、よかった。さあ、ここから確変に入りますので、大当たり確率が114分の1。これをどんだけはめて小当たりラッシュをより多く続けられるか。ここからが大当たりのスタートですね。まずは2ラウンドで、確変中の大当たりは 70% で10ラウンド確変になります。その間小当たりラッシュが 1. 何分の1だったかな。大当たり感でめっちゃ弾が増えるってやつですね。さあ、行きますよ。はまればはまるほど出玉が増えます。持ちいいやつや。あ、早い早い早い、これ。もう早いですね、めっちゃ早い。こんな出るの、これ本当。大当たりと大当たりの間に1000発2000発はもう軽く出ちゃいますね。これはなるほど、当たりを引いた感じですね。なるほど、まあ、そういう感じであれなんですね。あとはこれが2ラウンドか10ラウンドか。2ラウンドだと、あ、レインボーじゃないですか。おお、レインボーじゃないですか。あ、違います、レインボーじゃない、あ、レインボーじゃなかったんだ、はい、今いろんな色がこう、うん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 、なってただけですね。勝ちゃいいって話ですよ。まあまあまあ、そう、期待度3個半なんで結構ありますよ。あ、いや、
バイブ、エアバイブ、エアバイブ来た、エアバイブいただきました。懐かしいこの感触、なんかちょっと穴も大きくなってませんこれ。本当ですね、こんなんでしたっけ前から。めちゃめちゃ気持ちいい。はい、いや気持ちいいな。 70% ありますから、まあまあね、継続率、はい、結構早かったですね。62回転目のあたりということになります。で僕いつもねこの配信の時何が悔しいかって、はい、僕やっぱ初当たり引くと、はい、めちゃめちゃテンション上げておっしゃ行くぞっていう感じで意気込んでるんですよ、はい、おーシーサーさんは、はい、いつもクールに演出をただただ語ってるんですよ。あ、そうですね、その都度毎回僕とは打って変わっていい方向にしか行かないんであんまりこう逆に言っちゃうと引けなくなるってことはあるんじゃないですか、うん、まあまあ確かにね。で今これどういう状態かというと今大当たり中っていう状態です。だから大当たりと小当たりラッシュを繰り返すんで今小当たりラッシュなのか大当たり中なのかっていうのはちょっと分かりづらい時があると思うんですよ。一応液晶の左下にですね大当たり中っていうのが出てる時が大当たり中です。で小当たりラッシュ中はここに回転数が出ます。だからずっと出っ放しですよ。まあ初代のガンツもそうでしたけどね、やっぱエクストラに入るとすごい。でね、演出選べるんですよ、こうやって超暴走エクストラと超ガンツエクストラ。いやでも小当たりラッシュっていうこのゲーム性ってすごいですよね、考えたのすごいです。いや本当にだから最初に小当たりラッシュの台を打った時に感じたのが、はい、あパチスロの AT 機みたいな感じだって思ったんですよ。 A プラス AT みたいな感じで増やしながらボーナスを引くっていう。そうなんですよね。今で何発ぐらい出てるんですか。今3800ですね。10ラウンドの当たりはまだ1回しかないですからね。まだ10分も経ってないですね、時間的には、はい、この辺りも初代のエクストラと一緒か、小当たりの数がこう真ん中に表示されている感じですね。あ、なるほど、はい、で今150回転というところでさあ大当たりを引いたかどうか継続ですね。何がすごいって当たり1回でもう5000発出てきますね。えぐい、はまれはまれ、すごい。池田店長のお株を奪う今245はまりですね。まあでも確率考えたら2、300のハマりは結構やっぱあるでしょうね。まあまあそうですね、2、3倍ですもんね。今まだね確変中に当たりが1回しか引けてないんで出玉スピードはそんな速くないんですけど今消化にちょうど10分過ぎたところです。でももう6000発いきますよね。そうですね、えぐいな。これは出ますね、当たりが少なくてもそれってほんまやばいですね。そうですね、で 70% なんで、うん、まあ5連6連は普通にあると思うんですよね。無月な、まあ、2万発3万発やっぱ出ちゃいますわこれ。1000回転はまれ、1000回転10倍、まあ、9倍ぐらいのはまりですね。ありますもんね。ありますね、全然。あのライトスペック、いわゆるアマデジとか U パチとか言われるもので1000回転のはまりってもう幾度となく見てきたんで、うん、さあ池田店長、はい、470回転はまった。えぐいって。だってまだ10ラウンド1回しか取ってないのにもう8000発出てます。 やばすぎ。早く当たってほしいとは思わないですねこれね。いやこのまま当たらんでいいわって思います。ちょっといよいよ僕ほんまに何も見せるものなくなってきましたねこれ。これだってもう次の当たりで下手したら1万発ですよ。やばいな。右打ち中の当たりまだ1回ですからね。これも僕が残されているところで言うと、はい、ネタ枠として右に入れたものの30回転ぐらいで即終了みたいな。あ、いや、あの U タイムっていう、あの、まあ、すごく大事な。あ、ここで途切れましたね。エクストラ56ということで、あ、まあ8000発オーバーですか。491点、よくハマってくれました。491回転、すげえな。これレインボーがあったんで、お、レインボーやんってさっき言ってしまいましたけど、うん、あーやばい、これはやばか、これはつらいよ。まあまあ言うて 70% ですからね。でも天狗が出てきたらやばいでしょ。まあ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 、なんかないかな、もうどうしようもないけど。
お願い。あら、あーっと、これはきつそうや。 30% の2ラウンドを引いたということなのか、それともなんだこの演出。あ、2が揃った。リベンジボード行ってくだちってことで、振り分け 30% の2ラウンドプラス時短30回というところを引いたことになりますね。なるほど。ってことは実質2連ですか。そうですね。70% ループは活かせず。夢あるな。でも2連で8000発か。そうですね。いやー、なんかもうちょっと楽しみたかったな。で、30回の時短がついてきます。まあまあ、そこで戻せばいやいや、まだ319ですよ。いや、まあ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 確かにここで戻せばまた 70% で10ラウンド確変ですもんね。ラスト、はい、ここまでですね。獲得は結局8565。いやー、優秀。まあ連チャンはしょぼかったですけど、初当たりと右打ち中の当たり1回ワンセットで終わってるんで、最低の連チャン数で8000発オーバーです。やばいな。そう考えるとすごいですよね。いや、本当すごいですね。全然引き弱くないですもんね。むしろハマってくれてよかったですね。いや、本当に。はい、おー、チェッカーから。チェッカー、そうっすね。一つ言わせてもらっていいですか。はいはいはい。何やってんだよ